前田敦子、成宮弘樹ダブル主演、リングの生みの親中田秀夫が監督を務めるホラー映画黒百合団地。老朽化した黒百合団地へと移り住んできた前田敦子演じるアスカ。子供っぽくない？引っ越してから隣の部屋から聞こえる不気味な音に悩まされ始める。誰もいないはずの部屋を覗くと人影が。隣の部屋なんかいる。ちょっと落ち着きなさい。家族に話すも全く相手にされず、成宮弘樹演じる清掃員笹原に相談を持ちかけてみるも、関わらない方がいい。俺たちとは時間が違うんだ。しかしその後も、お前死ぬ。恐ろしい出来事が彼女を襲う。あなた部屋に入れたのね。次々と明らかになる衝撃的な事実。アスカに降りかかる想像を絶する恐怖、それを守ろうとする笹原。ホラーの名手ならではの容赦ない恐怖演出が見る者全てに襲いかかる。うわ、怖怖そうな。まさか福田さんおじいちゃん役で出てましたね。誰がやねん。誰がおじいちゃん役で出とんねん。聞いてなかったですよ。違いますよ。特殊メイクの方ですよ、あれは。あ、そうなんですか。僕じゃないですよ。あっちゃんにしがみついた。違う。あの役じゃない。やっぱり、あっと、はい、なんとかなってますんで、やめてください。はい、中田富美さん、なんと今年の方には大久保と成宮弘樹さんに来ていただきましょう。出ました。スターや。すごい。これはレッドカーペット大盛り上がり間違いなし。いや、そらそうでしょう。はい、沖縄にいついらしたんですか。今日の朝来ました。今朝来ました。いかがですか、沖縄は。いいですね、あったかくてなんか開放的な気持ちになりますね。前田さんもいかがですか、沖縄は。なんかすごい盛り上がってますね。はい、楽しみです。おっと、じゃあちょっと待ってください。ちょっとあの生放送文章文章がお化けじゃないですか。文章すいませんすいません、すいません、スタッフさんに叩かれた文章師匠です。文章師匠、沖縄どうですか。文章、いや沖縄は今着いたとこやから。あ、そうですか。よく来てますけど、異色のね、成宮さん、あっちゃん、そして文章師匠。成宮さんの前田さん、なかなかないね、これ。はい、おい、韓国のスターや、韓国のスターやって向こうで言ったら攻めちゃった。違います、ジャパニーズスターですから。はいはい、よろしく、はい、よろしく。師匠、出番です。師匠、師匠から言うんですよね。もうバタバタしておりますよ。ごめんなさい、バタバタしておりますけども、ちょっとごちゃごちゃしてますけども、バタバタが楽しいですね。はい、すいません。前田さんは今回の映画、結構恐怖系は大丈夫なんですか。撮影してるとこ自体はそんなに怖いところではなかったので、はい、うん、逆にすごい楽しい現場でしたね。え、楽しい現場やったんですか。はい、いや、映像を見てたらもうなかなかの迫力ですよ。中田監督なので、監督の手腕ということで、うん、これなんか合間の待ち時間とかもちょっと怖そうですよね。いや、全然ですよね。そうだね、あまりひょうひょうと普通に待ってましたね。ああ、そうですか。はい、まあ個人的ではあるんですけども、はい、僕の嫁がね、あっちゃんの大ファンなんですよ。だから僕の嫁のためにも今後のご活躍期待しております。嫁知らんわ。個人的すぎるわ。嫁知らん。非常に個人的であったんですけど、映画の見どころをお願いします。映画の見どころ、はい、はい、今回は、まあ、ホラー映画なんですけど、はい、見やすいと思うんですよ。う、怖いシーンももちろんありますけど、でもこうそれぞれのこの登場人物の心情とかをこう一緒に感じ取ってもらえれば嬉しいなと思います。はい、なるほど。はい、そうですね、団地で起こる今回ホラーで、非常になんか日本らしい、ジャパニーズホラーになってますんで、楽しんで見てください。うん、お二人は共演されたのは初めてですか。実は2回目なんですね。あ、そうですか。はい、撮影はどうでした。何ですね、撮影の方はどうでしたか。あ、そうですね、お互いなんかそんなに仲良くする感じの
はい、役でもなかったので、はいはいはい、結構ぼーっと、うん、沈黙があってもね、安かったですすごく。あ、そうですか。沈黙も気まずくないような関係だということですね、はい、なるほど、まあ、あんまり盛り上がってもね、ホラー映画で、そうですね、裏でキャッキャしててもちょっとね、おかしいですから、淡々とやる方がいいですね、はい、役作りは大変でしたか。でも現場の皆さんがこうみんなで空気を作ってくれるみたいな感じのすごくやりやすい現場だったので、うん、だからもうそうですね、集中できるときはすごくさせてもらいましたね、うん、なかなか監督が OK をくれなくてですね、はい、あ、ちょっと大変でしたね。大変でしたね。そうなんですか、はい、一発 OK はほぼなしですね。じゃあ何回か撮り直して、はい、なんかよりいいものをっていう、ね、結構そういう感じでしたね。まあね、やっぱりホラー作品となるとやっぱ普段の作品ともちょっとやっぱり違うもんですか、撮影の現場とかも。なんか、はい、静かに喋んないといけないみたいな。なるほど、ワイワイできない雰囲気が、ね、場所がありましたね、はい、なんか間飯食ってる時もなんか静かに食べなあかんみたいな感じになりますもんね。そうですね、なんかズルズルとかこうあんま音出しちゃってそんな苦労もあったりとか。ちょっとあの中継では伝えれないんですけども、はい、お二人からすごいいい香りがしてるんですよ。あ、この沖縄の風とね、海風に乗ってね、なあ、はい、本当に最高やな、うん、瓶に詰めて持って帰りたいですよ。変なこと言うなお前は、ね、本当に。はい、というわけではありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、すごいですね。いろんなのも本当に豪華じゃないですか。はい、この後もとっておきの注目作品紹介していきます。ありがとうございます。